お市場。え？市場？忍の城とかお城。へえ。まあ餃子のお城がありまして。味がわかんない。まあゼリーフライも行こう。ゼリーフライ。はい。楽しみましょう。リハビリライドです。イエーイ。そうですね。じゃあ酒とか。そう。私実はリハビリライドなんです。そうだ。ゆるゆると。ゆるゆる。ゆるゆるとお願いします。ちょっと。よ。後でデータちょうだい。じゃあ行きます。何？やばい。もうこんなんじゃなかった。これやばい。いやでかくする。これでピン。今入りました。入りました。ずっと軽くない？ずっと軽い。ずっと伸びた状態になってる。じゃあちょっと緩め軽くしてみて。軽くして、あごめん違う。重くして。ああなるほど。こっちは動いてないんだ。で、ああいける。で軽く重くしてもう一回戻す。あこれで戻んなくなってんだ。行きましょう。この状態でちょっと。ういバイク交換。バイク交換。完了。完了。はい。休憩です。で、ちょっとお腹空いちゃった人はつまんで、はい、行きましょう。おい上りだと多分相当ハード無理だね。うん、早すぎてもこっち追いつけないから。今ぐらいだったら20から25ぐらいで、はいはいはい、30キロ超えるとダメなギア気にしてる。ダメなギア気にしてる。僕今実はですね、人知れず事件が起きてまして。何？何？怖い怖い。財布忘れました。ちょっとご迷惑をおかけするんですけども、その分ちょっと体と動画で払わせてもらう。体と動画ってやらしいね。ああもう体と動画ってもう最低最低考えが最低。猫っていう猫カレースープカレーさんに行きました。飛び僕も初めてです。実はその後にゼリーフライ、フライがちょっと有名なフライフライなのかな。あれパン屋さん、ピッコロってパン屋さん。はい、行きたい。ピッコロいるから。あ、これ？これパンタラピッコロ。いや、俺もね、と思う。マジピッコロいるからここに。カマセンにいない、カマセンにヤムちゃんいない。みんなあの PS4 のドラゴンボールかかると買いましょうね。僕は買いますんで。今週発売日ですからね。ステマだ。バンダイさんよろしくお願いします。はい、行きましょう。ゼリーフライ。何ですかね。まず何ゼリーかですね。何ゼリーかな、やっぱ果物系かな。みかんゴロゴロ入ってるやつ。あ、で甘いやつね。それを揚げてウスターソースで食べると。一つ言うと感動するほどうまくはない。うわなんだこれっていう感じではない。ああうまいうまいみたいな、そのレベル。だから B 級グルメランキングはそんな高くない、はいはい、そんな。到着です。おい、今日はスープカレーに来ました。君こそいつも加賀屋食堂なんで、今日はスープカレーでバチャバチャした後に、まあランカフェでもいいな、迷っちゃうけど。鍵は皆さん持ってる。あ、僕持ってます。じゃあ、岩尾さん、スープカリー猫。カリー？カリー猫。猫さん。猫さんね。猫さんね。めっちゃ強いです。リサは？いや。あ、そうなんだ。どこに貸したの？お気を受けない。はい。デラックスタイム。デラックスにしちゃえばいいじゃん、田村くん。今日はね、腹減ったからもう何も考えたくないからデラックスにしよう。デラックスって何？どこなの？いわゆる全盛りみたいな感じで。オーケー、お願いします。うん、あでも辛くそんな辛くないですよ。あ、そう、ピリッとしてるね。うん、あいい、優しい、優しい、うまっ。それは俺ですね。はい、うん、はい、うん、はい、
すごいな、ハンバーグ待ってんで。いただきます。動画でもいいよ。やばっ、カレー映ってないそれ。何なのか分かんないよ。鳥がやべえ。いいなこれ、めっちゃ形さんも映ってる。おお、すごい。これは辛いよ。うまい。いやごちそうさまでござる。美味しかったでござる。これ電車で皆さんは普通に激近っす。てか激近っていうか、ここまで来ちゃった。全然来れる。ここまで来てクソ笑える。もう証券者で来るわ。ここでこっち来たら。まあね、めちゃくちゃいい。冗談抜きでめちゃくちゃいい。これサスついてるんじゃないかって思っちゃうぐらいの快適具合ですね。ここ右曲がります。到着かな、市場。そうですよね、これでも登れそうでいいか。でも向こうにも水上公園があったら、なんか関係があるとかもね。ですかね。さすがのギタリストもいますよ、なんかね。一応ここが推し場らしいです。ちょっとびっくり。雰囲気はちゃんとなんか。雰囲気はね。ちゃんとね、お城になってるね。へい。へい。いや本当に。結構いい感じですよね。ちゃんとお城だ。ちょっと見てみる。ここあたり入り口行きましょうか。じゃあ入り口行ってで、バイク、バイクちょっと置けるとこあると思うんだよな。リコーっていう、ああそうだ、映画が、そうだ、ドラマがあったんですけど、だってあれ旅のこう、あれ旅の旅でこうなんか勝ってくる、優勝するバン、そういう、そうだよ、普通はそうじゃん。それで走るやつね、走るやつ。あー、オッケーオッケー。ぐるり旅だっていうのがたくさんあるんだね、旅工場なんて。今でも旅とか作ってる、作ってるって。そうじゃない、職人とかさ、みこしとかさ。大宮からちょっとね、こういうのがあるの、ここね、結構相当田舎行かないとさ、え、ないよ、ないよ。そうだよ、確かよく考えたら、マジで。もう戦いの場所だ。市場というところに来て、ぶらり散歩しております。カメラを片手に何を撮ろうかな。あら、あんなところにヘルメットをかぶった変なインサートがいるので一枚撮ってみましょう。はい、カシャリ。ああ、連射でしたね。全部ブレちゃった。やっちまいましたね。だから言い換えるとあれじゃないですか、現代の武将じゃないですか。あ、現代武将、ね、馬じゃなくロードン乗り。そうですよね、甲冑をかぶり、甲冑をかぶるね。そういうことか、なるほどね。かなり深読みされてます。あとはあれがエスパークスじゃなくて兜だったら最高だった。兜だったら最高でしたね。確かに、ね、豊臣の水攻めに耐え抜いた城ですってよ。へー、豊臣の水攻め、水攻めってなんだろうね、ちょっとドキドキしちゃうね。みんな縛り上げ、こうバケツの水をバーンって、あっ、ただ我慢強いだけじゃん。溺れちゃうとか言いながら。ということで、推し城は終わりまして、ゼリーフライを食べます。まあ餃子の B 級グルメです。いや、知らなかったな、餃子は。新たな餃子ね。まあ滅多に来ない。あ、あった、あったあったあった、ここここここ、着いた着いた。あまりにも近すぎて。お腹つった。ゼリーフライって何ですか。ゼニーゼニーゼニーがなまってゼリーになったっていう感じ。だからよくあるあのコロッケみたいな雰囲気かな。うまみ逆なんです。学校帰りとかも。そう。部活帰りとか。学校帰りとか。
順調かなり感じです。全然足大丈夫。ペロペロしてる。ジゴン。ラディッツ編。ラディッツ編でね。ロードも乗ったら多分ポジション取り上手くなる。つなぎ方が強引すぎる。はいと。ということでエンディング撮り忘れました。まあおかげさまでですね、トータルまあ7、80キロ走ってきたんですけども、全然余裕でした。はい、ちょっと前に足を怪我してやべえなこれと思ったんだけども、意外に治りが早くて、先生に巡り会えたからかすごく回復が早くですね、復活しました。とはいえね、まだ感謝してるわけじゃなくて、なんかね、多分ね、こう90度、左足はね90度以降も余裕なんだけど、なんかね、右足は90度以降まだちょっと微妙になんかこう詰まってる感じ、しんどくてですね、まあ引き続きちょっとこう接骨院に行こうかなと思ってるんですけども、まあとりあえずバイクに関しては大丈夫ですね。ランとかそっち系だともしかしたらまだちょっとしんどいかもしれないんですけども、まあいずれにしろバイク楽しいですね。久々に乗りましたけどやっぱ楽しいですね。非常にいいです。ドマーネもいいし、でまあ行田っていうね、ロケーションもすごく良かったんで、推し城、ゼリーフライ、その他スープカレー等々ね、良かったですので、はい、ということで以上です。はい、久々のライト動画でした。うん、また次回の動画お楽しみに。お疲れ様です。